みほとけチャンネル。明けましておめでとうございます。みほとけです。ナム、今年も新年一発目の動画は2024年おすすめのお寺をご紹介します。ということで2024年始まりました。今年は辰年ですよ。誰も持ちながらですけども、辰年ということで龍、江戸の龍にまつわるお寺、そして辰年の守り本尊守護仏というのがあって、それが普賢菩薩、ちょっと聞きなじみないかな、普賢菩薩のお寺、そして今年注目のイベントがあるお寺をご紹介してまいります。まずは江戸の龍にまつわるお寺です。龍、こちらは仏教でとっても大切な神様として信仰されております。まあ、お寺とかの天井に龍が描かれていること結構ありますよね。あと手を洗う手水、手を洗う場所の蛇口になってたりね、龍がよく見かけると思うんですけども、これは龍は仏教の中では恵みの雨を降らせてくれる、そしてお水を司る、そしてあの強い力をもってして我々を守ってくれる存在っていうところでね、本当にいろんなところで人気者なんです。ただやっぱりキーワードはお水、雨なんですよね。龍って幻の生き物とされてますけども、実はすごい綺麗な水が湧き出ているとか、小川、海、湖、池などには龍の伝説ありがちなんですよね。仏教で雨乞いをするとか、それから雨は逆に水害やめてくださいっていう時は龍にお願いするっていうことがあります。それから水が綺麗で龍の伝説がある場所に仏教が入ってきて、そこにお寺ができる神聖な場所だということで、まあ、修行する人が出てきたりね、生活が栄えたりってことがあります。なんで龍っていうのは本当にありがたい存在なんです。よくお寺の天井に龍描かれるじゃないですか。あれはこう泣き龍とかね、よくありますよね。日光東照宮でパンって手を叩いたら格子とかこう響いて泣いてるみたいだみたいな、京都明神寺とかもうすごいもうご利益ありそうな強い龍バーンみたいな、あれは雨を司るので火災から守ってくる。やっぱお寺の大敵木造建築なので火災なんですよね。その火災から雨を降り注がせることで日よけをしてくれる、プラス仏様の教えっていうのが雨に例えられるんですよ。仏法は雨のように降り注ぐということで、雨が降る、ありがたい雨が降るように龍神様が上から降らしてくれてるみたいなね、ということで天井に龍描きがちなんですよ。だから水を司るっていうこともあって、手洗うね、お寺のとこで手水とかも龍になりがちだったりしますよね。なんか何でもありなご利益マンみたいになってますけども、まあ基本的にはそういった水とか雨とかがキーワードになってくるんですね。だから龍の名前のつくお寺めっちゃ多いですよね。天龍寺とか龍安寺とか、ドロンブスで有名な龍岩寺とかね、いっぱい龍の名前はねお寺に使われますんで、皆さんの近所にもあると思いますよ。ではおすすめの龍のお寺、一つ目は長谷寺です。これね、なかなか皆さん気がついてないと思うんですけど、真ん中に十一面観音さんっていう大きなご本尊がバーンといる、1300年の歴史がありますよ。そこの両脇にですね、雨宝童子という雨の宝の子供ちゃん、そして南田龍王という龍の神様が2層守ってるんですよ。まあそういった恵みの雨を司ってくれる、守ってくれるということで、我々も生活ができます、豊かな生活ありがとうみたいな感じで、まあなかなか南田龍王に注目することないと思うので、長谷寺さん行ったら本尊様の左右にいらっしゃってですね、ここから大きい龍がわって顔を開けてる仏像がいらっしゃるので、目を凝らして見てみてください。かなりかっこいいですよ。でもう一つ龍のお寺、岡寺です。全然龍名前につかないやんと思いがちなんですが、実はこの岡寺正式名称龍外寺と言います。龍の蓋の寺、これ何かと言いますと、岡寺さんがあるのは飛鳥です。聖徳太子が生まれたりとか、蘇我の馬子の家があったりみたいな飛鳥時代の遺跡がいっぱいある場所なんですけど、そこもちろん同じくそれぐらい1300年かもうちょっと古いかなぐらいのお寺なんですけど、そのお寺の伝説にですね、その1300年前に悪い龍が町の人に本当に悪さをしていて困っていたんですって。でそこに義円僧正というスーパースターお坊さんが登場します。これ日本で最初に僧正っていう一番偉い位を初めてもらったお坊さんなんですよ。その義円僧正が悪い龍を鎮めるためにいやーと起き通しね、法力の力で龍を穴に閉じ込めたんですよ。でその穴っていうのが池の中にある穴なんですね。その池の穴に、龍を閉じ込めて、そして岩でガンと蓋をしたんですって。
でガーンと蓋をして閉じ込めた先でその穴の中で竜をいい竜に変えたんですよ。悪さをしている強さを逆にいい方向に使ってくださいって言って、そしたら竜は無事にいい神様になってくれて、未だにその池の穴の中地中で我々を守ってくれているということで、岡寺の竜外寺というねこの伝説面白いですよね。で私行ってきましたよ岡寺。この池の中に穴があるって実際の本当にお寺にあるんですよ。ここですって言ってちゃんと締め縄でねこう結界みたいな張られている場所にあるんですけど、すごっとびっくりしました。その竜の閉じ込められた穴を塞いだという岩、めちゃくちゃ三角形でしたね。私マンホールみたいなのでパコってやったのかなと思ったら、めっちゃなんか縦長の三角錐の石でこうやって閉じ込めてて、なかなか器用のほどなさったなって思いました。はい。ただその龍外寺さん、まあ、ないし岡寺さんは今年龍のお年ということで、御朱印なりお守りなりでかなり気合入ってますので、お参りしたら楽しいんじゃないですかね。他には仏像ご本尊がでっかい、5メートルぐらいあるのかな、如意輪観音っていう、またそれもね、古い歴史を誇る素晴らしい仏様いらっしゃって、観音霊場ですね、西国三十三観音霊場の札所になっていたりします。はい、ぜひ皆さん行ってみてください。それからいろんな竜スポットありますけれども、またこれ一つ面白いのが京都の滝尾神社、ごめんなさいね神社なんですけど、滝尾神社はね竜の彫刻がえぐいんですよ。もう普通だったら天井にその竜を絵で描くじゃないですか、そこもね彫刻でグーってやっててめっちゃ迫力ある。これが江戸時代後期の彫刻家丸山慎太郎という方らしいんですけども、あまりにもリアルですごい躍動感迫力なんで、8メートルですよ全長。だからこれは竜は夜動いて水を飲みに行くっていう伝説まであるそうで、本当にそれぐらい半端ないんですけど、この迫力ある竜はやっぱりみんなに愛されてるということで、祇園祭りのですね、みんな八坂でやりますよね、八坂神社の前で、祇園祭りの鉾、一回こう出汁みたいなの出るじゃないですか、たくさん、そこにもパコンと滝尾神社とプラス祇園祭りですね、そこも注目してもらえたらと思います。あと都内、東京都内の龍だと私ね万龍寺ってお寺が大好きなんですよ。これは目黒ですね、目黒駅から20分ぐらいなんですけども、まあ龍の名前ついてますよ。こちらはですね本当につい近年に龍の絵が天井に奉納されまして、これがまあかっこいい。万龍寺もねすごいですよ、さすが池がちゃんと綺麗にあってお水の音が絶えないんですよ。都内にあるのにあんなに急に自然豊かになるのみたいな、本当に周りは道路国道バンバンバン通ってるのにあそこの中だけ静寂なんですよ。でその静寂がなぜかというと水がずっと流れてるからその音で騒音が入ってこないっていうのですごくいい場所なんですよ。で弁財天が、岩屋弁財天がいてね、水がこう湿気がいい感じにあるいい場所なんです。でご本尊様が平安時代の阿弥陀如来、めっちゃ綺麗なんです、推しです。続きまして2つ目、辰年の守り本尊普賢菩薩について。そもそも守り本尊って何ぞやって話ですよね。守り本尊というのはその年を守ってくれる仏様です。干支でね、例えば辰年生まれはあなたで、私犬年だったら阿弥陀如来みたいな決まってるんですけど、その干支の人だけを守ってくれるんじゃなくて、もちろんそれもあるけどその年だけプラスご利益倍増キャンペーンみたいなと思ってください。なんで今年は普賢菩薩様が、まあ、辰年生まれの方を守るのはもちろん、より多くの方が頑張れますようにということで、ご利益倍増キャンペーンをしてくれてる仏様です。なので、今年は普賢菩薩をお参りすると、より我々の、こう、心の中に寄り添ってくれる部分が大きいんじゃないのかなということで、ちょっと抽象的な表現で申し訳ないですけども、ご利益倍増キャンペーン中の普賢菩薩、ぜひお参りしてみてください。あんまり聞いたことないですよね普賢菩薩。でも絶対に見たことあるんですよ。なぜかというと釈迦三尊のチームの一人なんです。お釈迦様、きっとねお寺に行ったらご本尊真ん中にお釈迦様いること多いですよ。まあ、お釈迦様って一人でピンで活動しないでトリオで活動するんですよね。でお釈迦様一人いらっしゃったら、まあ、その手助けをするなんでしょうね、アシスタント MC みたいな感じです。メイン MC に対するアシスタント MC で、お釈迦様と文殊菩薩、普賢菩薩という3人トリオで活動するんです。見たことある人多いんじゃないかな、実は。
っていうところです。で姿としてはこう綺麗なね、もう菩薩様なりの冠かぶっていろんなアクセサリーとかこう素敵なストールかけてたりするきらびやかなお姿で、手を合掌して白い像に乗っている、もしくは手にですね霊杖という鈴と金剛杵っていう、まあ、武器みたいな、そういうのを持ってるパターンもあります。はい。で何かというと、もうお釈迦様の話を分かりやすく解説してくれる方って感じです。はい、お釈迦様って本当にすごい人なんで、めっちゃいろんなことするし、いろんな修行を教えてくれるんですけど、ぶっちゃけちょっとすごすぎんなっていう時に、普賢菩薩がこうやってやるんですよ、私と一緒にやってみませんか、自分の背中を見せて教えてくれるみたいなね。あともう一つは、あ、仏さんめっちゃ大事だとか、まあもっと広く言うと、なんかちゃんと生きようみたいな、そういう、こう気づき与えてくれる方みたいなところ言われてますんで、あ、ちゃんと頑張ろうみたいな風に思わせてくれるのが普賢菩薩様、御仏的解説でございます。はい。だからお釈迦様あってこそのそういった働きなので、なかなか単体では祀られないんですけれども、ご本尊として祀られているお寺が稀にあります。そんな中で特に有名なのは高野山にある普賢院というお寺です。高野山の中の真ん中あたりにあるんですけども、普賢院は12世紀に始まります。まあ、平安時代の終わり頃ですね、各省親王という大変高貴な方が念持仏、埋仏像として持っていた普賢菩薩を収めて、そこでお寺を作ったというのが始めとされておりますね。こちらのご本尊の普賢菩薩様は、まあ、蓮の上に座ってこう足を組んでいるんですけれども、はい、あとなんか持ってそうな手つきでこういう感じでポーズとっておりますね。はい、もうすごく素敵、なんかね、腰元がいい感じにくびれてて、めっちゃ美人さんなんですけども、はい、普賢菩薩という方って何ぞや、行ってみたらわかると思いますよ。はい、ぜひ、高野山、普賢、今ね、大変こう、観光地とまで言わないけども、お参りしやすいように綺麗な、ね、整備がすごい進んでいて、めちゃくちゃ綺麗なお寺さんですのでね、ぜひ行ってみてください。それからね、面白い普賢菩薩様は、長野県、諏訪湖の仏法漂流寺の方もまたね、なかなか迫力のある姿で、像が可愛いんですよ。なんか、みたいな。みたいな顔をしてて、すごい、なんか、こちらもふにゃふにゃっとした可愛らしい気持ちになっちゃうぐらいな方です。で、上の室町ぐらいかなの普賢菩薩様もかなり美人さんなんですよ。結構な、面白いお像さんがね、私、虜なんですけど。また注目してほしいのが、その像さんにおちんちんついてるんですよね。結構動物の彫刻のおちんちんって出っ張ってる分、折れてなくなること多いんですけど、仏法少女寺さんちゃんと古いままのおちんちん残ってるので、そこも見てほしいです。仏法少女寺さんのおっきなおっきな普賢菩薩様の後ろにも、めっちゃ美人の、鎌倉期かな、室町期かな、南北朝かな、すごい美人の、はい、いらっしゃいますので、ぜひそのセットでね、拝める機会あるといいですね。ということで、普賢菩薩のお寺ご紹介しました。近くの釈迦三尊、お釈迦様いろんなチームがあるんですよ。釈迦様に、お釈迦様に文殊普賢のこともあれば、お釈迦様にお弟子さん二人ですね、大箇所は何だのこともあれば、お釈迦様に梵天大釈天っていうチームのこともあるんで、なかなかね、釈迦三尊イコール普賢菩薩いるにはあんまならないんですが、まあ、いる確率かなり高いので、ぜひね、お近くのお釈迦様のお寺ですね、ご本尊が。禅宗が多いのかな、結構臨済宗とか曹洞宗のお寺さんには多いかもしれないです。ぜひお参りしてみてください。最後、今年だからこそおすすめしたいお寺、はい、2024年は何やかというと、まず大河ドラマが光る君、平安時代紫式部、最高です。大好き、もう本当に楽しみで仕方ないんですけども、紫式部、清少納言、そしたら藤原のほにゃほにゃがめちゃくちゃ出てきますね。その方々の平安時代のお寺なんかいいお寺ばっかりですから、もう全部って言いたいぐらいそれはいけないですよね。まあ、やっぱり代表格は石山寺というね、滋賀県にあるお寺です。これは紫式部さんが石山寺に参籠、まあ、ちょっとおこもりみたいなのして、源氏物語を書き始めたと言われてるんですよね。実際石山寺の本堂には紫式部が参籠して書いてた部屋っていうのが残されていて、そこ今ね、紫式部の人形がいらっしゃるんですよ。リアルリアル、かなり。しかも後ろになんかこのお手伝いの少女みたいなのもいてびっくりですよ。あなたはどなたって思うんですけども、お手伝いの少女とされているっぽいですね。ちょっと聞いてみたところ、お寺の方もまあいろいろ説あるんですけどこうだと思いますみたいな感じで言ってもらって、
はい、なのでやっぱ石山寺、はい、紫式部自販機とかもあったりしてね、もう中心地ですよね。あとは三井寺なんかも入るかな。平安時代っていうのは、あの紫式部の時代はやっぱり仏教で言うと比叡山延暦寺がすごい力を持っているし、プラスあと高野山もあったりして、それから奈良の仏教もまだまだ元気だったりするんですよね。だから結構ね、スポット的には比叡山関係の天台宗のお寺、京都にあるような、そしから奈良の仏教のお寺ですね。藤原氏はね、本当に興福寺をね作ったの藤原氏ですから、興福寺も出てくるんじゃないかな。あと平等院ですね、宇治のあの城長が作った大きな国宝の阿弥陀如来がいらっしゃる、あそこも登場、まあ登場するかわかんないけど関連していますよ。はい、なんで私はちょっとね、皆さんベタにおすすめしたいのは石山寺、それから比叡山とか、あと三井寺、あと宇治の平等院ですね。その辺はまあ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 行くよねって感じの場所ですね。まあそれからここも抑えようよっていうのが魯山寺という京都にあるお寺です。魯山寺は紫式部のひいおじいちゃん藤原の兼助が建てた邸宅で、お父さんの邸宅でもあったということで、この邸宅でですね、紫式部結婚生活を送って第一人娘片子を育てて、そして源氏物語を書いたと言われているんで、ですから石山寺と同じぐらいね、すごくあの関連の深いお寺です。で、魯山寺さんはね、天台宗のお寺なので、比叡山延暦寺に伝わる角大師というね、厄除けのお札を配ってくれてて、これもめちゃくちゃ可愛いです、角みたいなやつがはい、なのでもうこの大河ドラマイヤーにはね、魯山寺まで足を伸ばしていただかなきゃいけないですね。はい、という感じです。本当に平安時代のお寺ってもう山ほど京都ならありますけども、やっぱりね、ちょっとなかなか焼けてなくなっちゃうんですよね、京都って。はい、そこでおすすめなのが京都と奈良の境目にある南山城というエリアです。その辺がね、いい平安時代のお寺残ってますので、ぜひ行ってみてください。藤原氏関係の方々がお金出したみたいなのが非常に残ってるところなんでね。それからですね、今年は中尊寺金色堂の900年周年なんですよ。おめでとうございます。1124年8月10日奥州藤原氏初代藤原の清平が金色堂、まあ、金色に輝く中尊寺を作ったということで、なんと今年ぴったり、はい、900年ということで、まあもちろん中尊寺金色堂も開かれてそっちで盛り上がるし、東京国立博物館でも中尊寺金色堂展が開かれます。めっちゃレアです、本当に。はい、2024年1月23日から1月14日まで特別展中尊寺金色堂もそのままですね、開かれますよ。もうね、中尊寺金色堂何がすごいかって、あの金ピカピカピカの境内ですね。はい、あれはまあもちろん藤原氏っていう方の力が強いっていうのもあります。はい、ただね、やっぱ信仰が一つポイントで、浄土信仰といって、まあどんなに辛い世の中でも極楽浄土にはみんなで行けるから、綺麗なお庭、綺麗なお堂、綺麗な仏様を祀って、それを拝むことで来世極楽浄土で生まれてますようにっていう信仰が始まったんですよね、その時代ね。でもそれの最たるもう粋を集めたような、もう金ピカピカピカ、そして当時の最上級の仏師さんがね、素敵に彫ってくれた、もうはい、一生困りませんねっていうような、もう見るからに尊い仏様がわーっといる、あんだけピカピカなのはそういった信仰があったということで、浄土を再現しようで金ピカなんですね。ということで、国宝の仏像11体がいらっしゃる中尊寺金色堂展、注目ですよ。あんまやっぱね、なかなか中尊寺だと遠いんですよ。うん、間近でこうやってとか見られないので、まあ、もちろんお寺で拝むっても大事だけども、こういった展覧会で細部までチェックさせていただくっていうのはポイントだなと思いますのでね。はい、そして中尊寺自体にもぜひね、行ってみてください。あそこのね、中尊寺一帯界隈全部がそういった浄土の藤原氏のあの影響を受けて、ものすごく綺麗に作られた素晴らしい仏教と仏教の都になってますんで、いいと思います。それからまあ周年で言うと、浄土宗が今年開宗850年なんですよ。法然上人が、はい、浄土宗始めますって、まあ言ったかどうかわかんないけど、始まってから850年ということで、まあ浄土宗関連のお寺かなりいろんなポイントで盛り上がってると思います。浄土宗だとね、お念仏をみんなでやりましょうっていう体験をさせてくれることが多いので、結構ね、面白いんですよ、念仏も真剣にやると。
なので、ぜひねそういったイベントもチェックしてほしいですね。知恩院っていう大総本山ですねありますし、東京も増上寺ありますし、鎌倉だとね浄土宗はね光明寺ってお寺がね、こちらも本山大きなお寺です。光明寺さんの山門に上がらせていただける体験が年に何回かあるんですけど、そこにぜひ行ってみてください。めちゃくちゃユニークな羅漢像がいらっしゃいます。バラエティ番組に出てる芸人みたいな、なんかみんなこんなポーズ撮ってて躍動感あるんですけど、あとねそこから見える海、オーシャンビュー、鎌倉といえば海の絶景有名ですけれども、光明寺、材木座っていう海岸線から望む景色ってあんまりテレビとかで紹介されないんですよ。でも運が良かったら富士山も見えるし、もうあとすごく綺麗な日没も見えたりするんでね、本当に素晴らしいお寺です。まあ本当に浄土宗のお寺、面白いお寺、日本全国たくさんありますけれども、まあ私的には、まあ、気軽に行きやすいっていうところではね、いつでも来てどうぞっていうスタンスのお寺さんなので、ぜひ行ってみてください。すいません、一部撮れてないとこがあったのでここだけ別撮りです。もう一つは空也上人がいらっしゃることでおなじみ六波羅蜜寺の11面観音さんが12年に一度のご開帳です。秋です、11月ぐらいに行われます。こちら12年に一度ということで、どんな観音様かというと、空也上人実際に平安時代にいらっしゃったお坊さんです。平安時代に疫病が蔓延してね、もうみんなが困ってるよって時に、自らが十一面観音を彫刻して、それを車に乗せて引きながらお念仏を唱えれば皆様明日への希望導き出せます、生阿弥陀仏生阿弥陀仏って、もうとにかく明日死んでしまうかもしれない方々の心に寄り添った方なんです。そしてね、大福茶っていうね、梅と昆布が入ったお茶を差し上げて皆さんの社会的な支援をなさった、そんな十一面観音さん掘って、ね、街を歩いたその観音様がご開帳なんです。ありがたい。つまりは空也上人には会えないけど、空也上人の魂には触れることができるという、そんな観音様のご開帳です。はい、ぜひね、私も12年に一度、12年前見れなかったので、拝めなかったので、初めてお目にかかります。はい、ということで皆様、今年は六波羅蜜寺ご開帳行きましょう。あと今年、桂山禅寺というお坊さんが700年第4期です。まあこれは1回期2回期3回期の700回目ですね。曹洞宗という宗派、道元禅師が開いたというのは教科書で習いますが、道元禅師さんが曹洞宗の教えを始めたけれども、彼自身は布教にはあんまり熱心じゃなかったんですね。ひたすら修行に励むっていうのに弟子がついてくるっていうタイプだったんですけど、そこをちゃんと町の皆さんにもこの良さを分かりやすく伝えようじゃないかということで、こうまあなんていうか、プロデューサーみたいなことがすごく上手だったんです。おかげさまで今曹洞宗が宗派として形になって、曹洞宗のお寺が日本中にたくさんあるんです。ファミリーマートぐらいあるんですって、件数で言うとそんな風に広めるっていう部分でご尽力なさったのが桂山禅師様。それが700年大恩期ということで、みほとけは全チューブという番組でね、ずっと YouTube 番組でお世話になってるし、いろんな数々のイベント顔出させてもらっては、こう魅力を PR するというお仕事させてもらってるので、はい、桂山禅師の700年大恩期で、今年も法要があったりとか、まあ全チューブっていうコンテンツがあったりとか、座禅の世界的なね、こう、会があったりとかするので、ぜひ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 、皆様、総持寺がメインです。大本山、総持寺を中心にやってますので、ぜひとも、桂山禅師チェックお願いします。はい、という形でいろいろ紹介してきましたが、2024年お参りするお寺抑えられましたか？龍にまつわるお寺、辰年の守り本尊普賢菩薩のお寺、2024年トピックが大きなお寺、まあ12年に一度ご開帳いろいろありますけれどもね、私がちょっとね空也上人好きなので、そこピックアップさせていただきましたが、日本全国たくさんあります。ぜひ何かおすすめがあれば私にも教えてください。そして今年こんなとこ行ってよかったよなんて報告もコメント欄にお待ちしております。さあ、楽しい動画だなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは2024年も御仏をよろしくお願いします。ナムー。